スポーテージは韓国のキアが生産する小型 SUV である。2015年9月15日韓国にて発表。ネーミングは先代のスポーテージ R から他国同様のスポーテージに戻した。三代目ツーソンとプラットフォーム並びにパワートレインを共用し、ディーゼルエンジンはユーロ6基準を満たした2.0リットルに換装され、計5で 先行搭載されたスマートフォン無線充電システムも採用するほか、スマートテールゲートシステムなどの便利機構も採用。高張力項の採用比率を先代の18%から51%に引き上げたことで、ねじれ合成を向上させながら軽量化に成功している。2021年7月20日、フルモデルチェンジしてオールニュースポルタージュとして、 韓国で発表。従来からのアイデンティティであるタイガーノーズグリルに加え自然にインスパイアされたキアの最新デザイン哲学であるオポジッツユナイテッドに基づいてデザインされている。ボディサイドのシルエットには立体感が加えられダイナミックな雰囲気を演出している。全長は 仙台と比べて 180mm 引き伸ばされ、ヒュンダイツソンのロングホイールベース版に近い外寸となった。インテリアには韓国の中型 SUV で初めて12.3インチのパノラマカーブディスプレイを採用。インフォテインメントシステムとエアコンがタッチ操作可能になっている。また、シフトレバーはダイヤル式のスイッチで、 センターコンソールの位置を高めて使い勝手を向上することに寄与している。パワーユニットは1.6リットルターボ、2.0リットルディーゼルに加え1.6リットルターボモーターのハイブリッドの計3種を用意。追ってプラグインハイブリッドも追加される予定である。安全装備に関しても抜かりはなく、前方衝突回避支援、リモートスマートパーキングアシスト、 安全公舎アシスト、キープレーンアシスト、バック時の衝突回避支援装置、インテリジェント速度アシスト、ドライバーへの注意警告などの高度な運転支援システムが搭載されている。ありがとうございます。